横島健さんはすぐブレる、星さん。剣と魔法のファンタジー世界で、スマホが開発されて急速に普及してしまったことで、勇者と魔王のニーズが大きく減少。このまま勇者と魔王が戦っていたんじゃしのぎがなくなるということで、勇者と魔王が結託して、今まで通りの関係で対立関係は維持しますけど他は協力しますということでネズミーランドのようなダンジョン型アトラクション事業を始めたり、勇者も映画化とかしてクッソ激烈にお互いに儲ける始めてクッソ平和な世界が生まれる。主人公はおてんばな幼女イモジャに持つ兄者。そのイモジャが横島健と呼ばれる、災いを持つようなまがまがしいオーラにめっちゃ臭い汁が出るというインテリジェンスウェポンを拾ってしまったことから始まるドタバタコメディ。横島健なので、それっぽい感じ、例えば装備したやつを呪うだとか、災いを与えるだとかそんな感じのイメージだが、このジャケンは変な能力を持っているただの面白い関西人なので、ジャケンイメージからかけ離れてしまうという部分がブレるという部分。ジャケンの性格設定はクジマ歌えばイエホロロのクジマみたいな感じ。作画がクソ綺麗な漫画太郎みたいな感じでネタはシュールでハマる人はハマるし、クソ面白い。漫画太郎先生も作画はお上手なので、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。